朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、国防科学院で開発した朝鮮式の大出力エンジンの地上噴出試験を指導しました。新型の大出力エンジン製作の状況についての報告を受けて、早朝、青海衛星発射場に赴いた金正恩元帥は、エンジンの技術的特性と地上噴出試験の準備状態について詳しく聞き、試験を指導しました。新型の大出力エンジンの地上噴出試験は、燃焼室の推進力の特性とタービンポンプ装置、調整系統、各種弁の作動の正確性、メカニズムの安定性と信頼性など、大出力エンジンの技術的な全般仕様を確証するのが目的でした。金正恩元帥は監視所に上り、試験開始を指示しました。試験の結果、国防科学者技術者が自らの力と技術をもって、完全に独特に設計し製作した新型の大出力エンジンの始動及び遮断の特性、エンジン作動の全過程での燃焼室の推進力の特性とタービンポンプ装置調整系統など、すべての系統の技術仕様が予測値に正確に到達し安全に維持され、メカニズムの信頼性も十分に保証されることが確証されました。元帥は、この度の成功は、ロケット工業部門に残っていた協調主義、保守主義、形式主義と他国の技術を踏襲していた依存性を完全になくし、名実ともに開発創造型工業に確固と発展した主体的なロケット工業の新たな誕生を宣言する歴史的な意義を持つ大事変だ。今日の巨大な勝利の歴史的な意義を間もなく世界はわかるだろう。新型の大出力エンジンが開発されたので、宇宙開発の分野でも世界レベルの衛星運搬能力と堂々と比肩できる科学技術的土台がしっかり築かれた。ロケット工業の発展で大飛躍をもたらした今日は永遠に忘れられないし、3月18日革命だとも称すべき歴史的な日だと喜びに満ちて述べました。元帥は、軍需工業部門で昨年に次いで今年も前例のない成果が次々と収められ、軍隊と人民の革命的な大進軍にさらなる活力を与えている。こう述べ、試験に参加した国防科学部門の科学者技術者と記念写真を撮りました。リー・ビョンチョル、キム・ジョンシクの各同志をはじめ、朝鮮労働党中央委員会の幹部とロケット研究部門の科学者技術者が同行しました。各国と地域の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を報じました。ロシアのタス通信、中国のオンラインニュースの環球網は、国内の設計部門の標準となった北東山建築研究院の現地指導を報じました。同じ内容がコンゴ民主共和国チチェ思想研究全国委員会、北東山チェコ朝鮮友好協会のホームページにも載りました。ロシアのリア・ノーボスチ通信、新聞のロシスカヤ・ガゼータ、アルグメンティ・ファクティ、インターネットメディアのミル24、レムチチ、ギニアの国内国際放送と7つの民族語放送は、朝鮮人民軍戦略軍ファソン砲兵部隊の弾道ロケット発射訓練の指導を伝えました。同じ内容がドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースと、北東山チェコ朝鮮友好協会、ナイジェリアキム・イルソン金正恩主義研究全国委員会、ナイジェリアに本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページにも載りました。ドイツ、ナイジェリアのホームページにはまた、元帥がマンギョンデ革命学院を訪れ、子どもたちと一緒に木を植えたことが載りました。ネパールの新聞アルパンは、このニュースとともに、朝鮮人民軍第966大連合部隊指揮部の視察を載せました。マスコミ各社は元帥の写真を共に載せています。偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年に際して、太陽節を民族最大の祝日に記念するための
在中国朝鮮人総連合会行事準備委員会が発足しました。準備委員会は太陽節に際して金日成主席の輝かしい革命的生涯と不滅の業績を称える中央報告集会、写真図書展、映画会、芸術公演など多彩な記念行事を行うことにしました。偉大な金日成主席の生誕105周年に際してチュチェ思想と社会主義に関するロシア極東地域チュチェ思想討論会がロシア極東地域金日成金正恩主義研究会と連邦共産党沿海地方委員会の共催により11日ウラジオストクで行われました。ロシアの小政党団体チュチェ思想研究組織の人各界名士が出席し、ウラジオストク駐在朝鮮総領事とロシアを訪問中の朝鮮社会科学者協会代表団が共に参加しました。一度まず太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日総書記の写真に花籠を捧げ敬意を表しました。討論会では祝辞に次いで基調報告と発言がありました。またアピールが発表されました。アピールは知性思想を真髄とする金日成金正日主義は各国と民族の運命開拓の道を示す現代の偉大な指導思想で、その普及活動を広く展開すべきだ。また、朝鮮を中傷する西側ジャーナリズムのデマを暴露し、朝鮮人民の正義の偉業を極力支持し、両国間の友好協力関係をさらに発展させるべきだと述べています。討論会では、敬愛する最高指導者金正恩元帥に送る手紙が採択されました。偉大な金日成主席と金正日総書記のモザイク画が平壌市カンナム郡の各所に建てられました。明るい笑みをたたえ豊作の田野を眺める主席と総書記の姿を描いた豊作というテーマのモザイク画が劉浦、敦煌、イサン、リョンポの各共同農場に建てられ、竣工式がありました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会チェ・リョンヘ副委員長が金日成トラクター工場を視察しました。副委員長は工場の各所で新型の80馬力トラクターのロット生産に励む労働者を励まし、青年が生産で先頭に立つことを呼びかけました。朝鮮の農業研究院農業ナノ技術研究所で農業生産に役立つナノ技術製品を開発し現場に取り入れています。ナノ生物成長促進機は太陽エネルギーを受けて得意な周波数の電磁波を発し水の性質を変えます。この促進機を稲作に使えばヘクタールあたり収量を高めることができます。ナノケイ素肥料は遠赤外線を吸収するナノ材料をナノケイ素と混合して作ったもので、従来のケイ素肥料より死肥料をはるかに減らしながらも病害虫の抵抗性を高め、光合成の能力を強めて収量を高めます。また干拓地の稲作で塩基の過度な吸収を食い止めるばかりか水の蒸発を抑制する作用をし、節水型営農にも効率的です。ナノ光合成強化剤は太陽光エネルギーの利用率を高めて作物の光合成を強め、窒素の活性を高めて稲作の収量を高めます。南朝鮮の連合ニュースによりますと、サード配備阻止全国行動とサード反対炭疽菌追放ピョンテク市民行動が16日、キョンギ道のピョンテク市にあるオサン米空軍基地前で記者会見を開き、サード配備の強化を図るアメリカと南朝鮮傀儡集団を非難しました。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、南朝鮮の低身体問題対策協議会と女性団体連合などの団体が16日声明を出し、ドイツに設置された旧日本軍性奴隷少女の像の撤去を迫る日本を非難しました。声明は、日本政府は少女の像の設置に対する攻撃と妨害を直ちにやめ、戦犯国家として謝罪し責任を果たすべきだ。この8日、ドイツのレーゲンスブルクに少女の像が設置されたのは、旧日本軍の性奴隷に連行された女性たちの犠牲を記憶して追悼し、二度とそんな被害者を出さないとの国際的連帯で決意だ。
平和と人権を保障されるシンボルとして、各地域に設置された聖ベリー少女の像は保護されてしかるべきで、世界各地へ少女の像を拡大すべきだと述べています。オーストリアのウィーンにある青年キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会と、緑東山チェコ朝鮮友好協会がそれぞれ声明を出し、共和国を核戦線打撃するためのアメリカと南朝鮮最大抗戦勢力の無謀な戦争演習を非難しました。以上、この時間のニュース、オーヨンスクがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。人工芝の新しい生産工程を確立。最近、朝鮮の食料日用品研究院の樹脂加工研究所の科学者たちが人工芝の生産工程を新しく導入することで人工芝の大量生産の展望を開きました。食料日用品研究院の樹脂加工研究所の研究者博士のリャン・グンギルさんのお話です。オンライン人工잔디를이용하기위한연구가심화되어今人工芝を利用するための研究が深まり、天然の芝に勝るとも劣らない新しい材質の人工芝が導入されています。私たちはこうした世界のトレンドに合わせて自分の力と技術で人工芝の生産工程を確立する高い目標を立って、その実現のための緻密な研究を続けてきました。その過程に人工芝の生産で基本といえる緑色の糸の生産技術を探し出し、ついで人工芝の生産工程確立での難題も高いレベルで解決しました。ここの科学者たちは一部の国の独占物となっている人工芝の生産技術を開発するのを自分の任務とみなしました。何らかの特定技術や経験があったからではありません。国が望むものなら必ずやり遂げるべきだという燃える情熱、また実行すれば必ずできるという強い胆力が先端技術の開発へと促したのです。その勢いで創造的知恵と情熱を出し合い、科学技術上の難題も一つ一つ解決していきました。試行錯誤を重ねて天然の芝の色に近い色を出すための樹脂原料の組み合わせの量を科学的に確定しました。奇抜なアイデアで冷却、加熱、浸染、空気緩和の熱処理など緑色の糸の生産のための最適の加工条件を保障するための科学技術上の難題が見事に解決されました。これにおごることなくさらに励んで、人工芝の敷板の生産から人工芝を植える工程に至るまでの全ての工程がライン化された生産総合コントロールシステムを高いレベルで確立する成果を収めました。リャン・ゴンイルさんのお話です。平安民最高用途者金正恩同志께서는늦깊은올해10년사에서敬愛する最高指導者金正恩元帥は意義深い今年の新年の辞で、原料と燃料、設備の国産化に重点を置き、工場企業の近代化と生産の正常化で提起される科学技術上の問題を解決することに力を注ぐべきだと言いました。これからも国の経済発展と人民生活の向上に役立つ価値ある科学研究の成果を収めるつもりです。人工芝の新しい生産工程を確立、古代史とお話ししました。信念と意志の権限、リー・インモ。平壌のトンネル内に祖国統一省の金メダルが浮き彫りにされている花崗岩の台の上に、獄中の苦しみが歴然と現れる囚人服姿で鉄砂に縛られた両手を握りしめている胸像があります。胸像の主人公はリ・インモさん。国の統一のために勇敢に戦った愛国者、服
不屈の人間として朝鮮人民と世界の人々に広く知られている人です。リー・インヌさんは1950年代の朝鮮人民の祖国解放戦争の時、従軍記者として活躍していましたが、敵に逮捕され、それ以来34年もの長い間、獄中で革命的信念と志を曲げることなく戦った民族の立派な息子です。リーさんが絶海の孤島でも動揺せず屈することなく戦うことができたのは、革命勝利に対する揺るぎない意志があったからです。李さんは偉大なキム・イルソン主席が日本帝国主義に奪われた国を取り戻すため抗日武装闘争を展開するとき、祖国幸福会に入り国の独立のために戦いました。国の解放後は党を創立し国を建て軍隊を作るというキム・イルソン主席の路線にのっとり新しい国づくりに奮闘しましたが、その過程に革命的信念が深く根付いたのです。偉大な金正日総書記は30数年間も獄中で辛酸をなめてきたリー・インヌさんのことが知られた後、リーさんを信念と意志の権限だと高く評価し、リー・インヌさんを連れてくるのは労働党が生死に施すことのできる愛情だと言いました。そしてリーさんの送還を目指す戦いを積極的に繰り広げるようにしました。こうして782年、1993年3月19日、リーさんが祖国に帰ってくる感動的な出来事がありました。主席と総書記は、長期にわたる獄中生活のため病に苦しんでいるリーさんの健康を回復させようと、あらゆる措置を講じました。782年、1993年4月15日、リーさんが治療を受けていた病院を訪ねた主席は、リー・インヌさんは朝鮮労働党の党員の高潔な革命精神と風貌を世界に誇り示したとし、直筆のサインがある労働党員の証書を授与し、主席のネーム入りの金時計をリーさんにはめてあげました。そしてリーさんと一緒に記念写真を撮りました。金正日総書記は、リーンも同志は正真正銘の労働党員であり真の党員だと言いました。3ヶ月後、主席と総書記は全国戦争参加者大会に参加したリーさんにまたもや会い、リーさんの革命家の信念を改めて高く評価しました。主席と総書記の気高い同志的真意と愛情により、リーさんはキム・イルソン勲章の受章者になり、共和国英雄の称号を2度も受け、祖国統一賞を受賞して革命家の価値ある人生を送ることができました。総書記はリーさんが他界した後も信念と意志の権限だと呼び、ドンギル街に銅像を建てるようにして革命戦士の気高い一生を輝かせてくれました。リー・インヌさんの革命的信念は今も朝鮮人民皆の胸に尊い真理として刻まれており、その戦いの精神は末永く伝えられるでしょう。信念と意志の権化、リー・インヌさんについてお話ししました。